ガラスの靴が割れたな。パーティーは終わりだ。なんだ。逃げ。落ち着け。チタンマターの拘束具だ。絶対に壊れはせん。これは一体、今まで反応がなかったのに、なぜ効果があったのでしょうか。今まで何の反応も見せなかった被験体に、注入からたった5分で反応がありました。アンチェインド、本当に対ヘレティックの切り札になりうるのか。血液から抽出した物質で作られた弾丸にこんな作用があるなんて考えられません。アンチェインドとは一体。重要なことは、これがヘレティックに有効であるということだ。存分に研究し、報告を上げてくれ。研究とは。実験台が目の前にあって、それを自由に使える。これ以上説明が必要か。ここはどこ。私は一体。喋った。まさかヘレティックから回復したのでは。そんなはずはあるまい。目をよく見ろ。侵食されたニケの目だ。侵食は治療できない。絶対にな。何を言われようと惑わされるな。分かっているな。分かっています。勝てる。アンチェインドを兵器として実用化できれば勝てる。何がどうなっているの。教えて。お願い。私の仲間たちはどうなったの。コッテズはどうなったの。世界はどうなったの。痛いわ。どれくらいの時間が経ったの。ここはどこ。何でもいいから教えて。お願いよ。黙れ。それ以上何も喋るな。お前には言葉を話す資格もない。今までどれだけの人間やニケを殺したか分かってるのか。お前のせいでどれだけ多くの人が。人殺し、殺人鬼、裏切り者、ニケの恥、人類の失敗作、化け物め。一生かけようとお前の罪は消えたりしない。ああ、そうだったわ。私の物語は汚されてしまった。私の物語は美しくなくなってしまった。私はもう美しくないのね。ごめんなさい。私が弱くてごめんなさい。殺してしまってごめんなさい。生きていてごめんなさい。今すぐ扉を開けろ。もう私は何もしません。おとなしくしています。この変わり果ててしまった体が少しでも人類の勝利に貢献することを願いながら、私は時を過ごします。耳を塞ぎ、目を閉じ、口をつぐんで過ごします。開けろ開けろと言っている。
あいつに何をした？どうかそれがほんの少しでも罪の償いになりますように。1分だけです。それ以上の時間は与えられません。ご承知おきください。わかった。会話や接触なども禁止です。見るだけにしてください。わかったと言っている。違反された場合強制措置もやむを得ません。しつこいな。わかったと何度言わせる気だ。お前、名前は？いや、お前の上司は誰だ？十分理解しているし、規則を破るつもりもない。黙れ。でなければお前の上司を呼んで目の前で叩きのめしてやる。あなたの権限は剥奪されているはずです。試してみるか？権限が剥奪されていようと、お前の上司より私の方が上だ。時間ばかり食う手続きも全て済ませてやっただろう。これ以上時間を無駄にしたくない。開けろ、早く。シンデレラ、イーブ、戻っているのか？うん。それならなぜ抵抗しない？バカなやつだ。今すぐ離れてください。離れなければ撃ちます。行くぞ。こんなことをしてる場合じゃない。何をする気ですか？エイブ、どうすればほどけるんだ？やめて、やめてください。やめて、エイブ。ここから出るぞ、シンデレラ。本当に？第一種戦闘配置のアラーム？ラプチャーが来るわ。なんだと？タイラント級5体を含む大規模のラプチャー部隊が接近中。全員避難。アナキオルは直ちに廃棄。出るぞ。起きろ、シンデレラ。私はここに残るわ。実験体として罪滅ぼしをするのはお前の勝手だ。だがまた侵食されるのは嫌だろう。ガラスの靴、コンタクト。ここを離れましょう。応戦しないのか？今は無理よ。ガラスの靴とのリンクも安定しないわ。わかった。それならさっさと逃げるか。緊急事態発生。ヘルティックアナキオルが脱走。大げさなやつだ。まだ一歩も動いていないが。至急応援を要請する。大丈夫よ、怖がらないで。あなたを傷つけたりは絶対に。何をする？なぜ撃ってくる？死ね、ヘルティック！人類の裏切り者め！傷一つついてない。申し訳ございません。切ったり焼いたり刺したり凍らせたりしてごめんなさい。お助けください。どうか命だけは。誓うわ、絶対にあなたを傷つけたりしない。
来るな、ごめんなさい、ごめんなさい、すみませんでした。私はあなたを恨んでいないわ。あなたの気持ちもわかるもの。だから…母さん!死んだか…なんで…どうして…どうして…ラプチャーの攻撃が始まったようだな。逃げるぞ。どこへ？どこでも。ヘレティック研究所、調査報告。ヘレティック研究所は、ラプチャーの大規模襲撃により壊滅。死者425名、大破124機。研究所内の資料はすべて一室。重要注意事項。ヘレティック・アナキオールが脱走。事件発生の32日前、ヘレティック・アナキオールの意識が回復したという記録あり、調査結果、ヘレティック・アナキオールはコーリングシグナルによりラプチャーを召集。研究所内の関係者を殺害後、脱走したものと結論する。お前が今度の作戦の切り札か。なんか頼りない気がすんな。ちゃんと戦えんのか。あなたの無礼さは初対面の相手でも申し分なく発揮されるようですね。ま、ドレスを着て。おほほほ、私がゴッデスですわって触れ回ってるやつがいるからな。あら、誰のことでしょう。無礼な仲間たちですまない。私が代わりに謝ろう。そうそう、代わりに謝っといてくれよ。私たちは謝んないから。これからもそうしていただけると助かります。前言は撤回する。謝罪はあちらから直接聞いてくれ。あの、シンデレラでしたよね。ガラスの靴に興味があるんですが、見せてもらってもいいですか。できたら外してもらって分解してみたいんですけど。あらあら、初対面で脱がせたいだなんて、大胆すぎます。どこから始めるかはとても大事なことですが。はあ、そうですか。ごめんね、うるさくて。思ってたのと違ってがっかりしちゃった。そんなことはないわ。楽しそうでいいわね。シンデレラでいい？今回の機動エレベーター攻略戦ではあなたに期待がかかっているの。戦略兵器級の力を発揮できるって聞いてるけど、どれくらいのものか見せてもらえる？もちろんよ。いつでもいくらでも見せるわ。よし、では早速テストを始めよう。ニケ500体を用意した。どれほど早く殺せるか見せてもらおう。わかったわ。ニケを殺すのが得意なんでしょ。早く見せて。驚かないでちょうだい。自信満々ね。ああ、テスト前に少しいいか。ちょっとした手続きがあってな。君の抱負や覚悟といったこっぱずかしいことを聞いておく決まりになっている。まずはそれから始めよう。抱負や覚悟？簡単な質問ね。私の望みは何より美しいゴッデスのそばで活躍すること。そして最後にはゴッデスよりももっと美しくなることよ。それはちょっと難しいんじゃない？どうして？だってあなた全身血まみれじゃない。気がついたか。いい夢だったようだな。
大きな寝言に寝返りで暴れて大騒ぎだ。ゴッデスの夢を見たわ。こんな状況でもゴッデスか。とても悪い夢。最悪だな。ここは仕事をする気にならない時に隠れていた個人用バンカーだ。誰にも知られていない。エイブ、待て。まずは食事だ。ヘレティックになったからといって食事ができなくなったわけではないだろう。わからないわ。なら試してみろ。食べられそうか。うん。味は？おいしい。全部お前の分だ。きちんとした食事など長いことしていないだろう。そうね。気に入ったようだな。悔しいか。そうだろうな。好きなだけ泣くといい。涙が枯れるまでな。だが安心した。泣くことができるのか。化け物なら涙など流さないはずだ。お前はゴッデスと戦い敗れた。言葉通り徹底的に叩きのめされた。悪くない策だ。ゴッデスに自分を始末させようとしたことは、アナキオールはある種の象徴になっていた。放っておけば人類は精神から崩れていただろう。その後人類すべてに恐れられていたヘレティック・アナキオールはあの研究所に運ばれた。お前は生きていたんだ。ダメージを受けてもすぐに再生してしまうからな。そこでいろいろな取り調べを受けた。遠回しに言わなくてもいいわ。ああ、実験台にされていた。ヘレティックには何が効くのか、どうすれば再生能力を無力化できるか、中身はどうなっているのか。無論何も突き止めることはできていない。だがどこかで未知の新物質アンチェインドというものが発見された。それはヘレティックを倒せるものらしい。ん？ヘレティックを倒せる物質？ああ、ヘレティックといえばお前のことだった。ならば倒せるとなぜわかる？他にもいたのね、ヘレティックが。そう考えるのが妥当だろう。とにかくそのアンチェインドがお前に注入された。その瞬間再生能力が目に見えて弱体化し、お前が意識を取り戻したと聞いた。その時元に戻っていたのだろう。ええ。やはりアンチェインドはヘレティックを倒すのではなく侵食を治療できるということか。その後の話はもういいだろう。自分で見たことだ。みんなはどうなったの？お前にボロボロにされた後死ぬのを待つだけという状態だったが、全員オスワルドに回収された。修理やらで忙しくしていたらあっという間に2ヶ月が過ぎていた。私たちが裏切り者ではないことも証明できた。ノースキャンを受けたの？いや、あれはまだ実用段階ではなかった。好きな食べ物がわかるぐらいだな。証拠の資料を突きつけて必死に説得した。私への疑いは晴れている。まあ厳重な監視付きだがな。
中央政府っていう知らない言葉を聞いたわ。人類連合軍と VTC が統合されてそういう名前になった。他の小さな組織も全て吸収された。少しは団結できたという気がするだろう。人類の負けを認めて地下へ逃げることに決めたそうだ。アークという巨大な地下都市があるらしい。今必死に移住が進められている。人類が負けたのね。そのきっかけになったのは、そう、アナキオールだ。アナキオールの攻撃を受けて軌道エレベーター攻略作戦は失敗した。その後軌道エレベーター周辺にはラプチャーが爆発的に集結して攻略不能の魔窟になっている。次から次へと溢れてくるラプチャーたちの最上位種どもにもう手が出せなくなった。悔しいだろうがどうしようもない。あなたはどうして私を助けに来たの？あのまま放っておけば死んでいただろう。また侵食されていたかもしれない。私なんて死んだ方がいいじゃない。たくさん殺してたくさん壊して人類の道を閉ざして、侵食が治ったかどうかだってわからないわ。また同じことになるかもしれないの。私はもう美しくないわ。それなら死んでいた方がいいじゃない。いっそ戻って実験体にされていた方がお似合いじゃないかしら。もう自分がなんだかわからないの。何のために生きていけばいいのかわからない。私は誰？アナキオール、シンデレラ、ねえエイブ、エイブには私が何に見える？弱虫の泣き虫。慰めてほしいなら相手を間違えたな。知っているだろう、私は口下手だ。そういうのは得意な奴らに任せる。極秘で呼び出した。お前も知り合いだ。もうすぐ来る。追跡はされているでしょうね。その割には静かだな。オスワルドのことです。ひとまず生還ということでしょう。まあ説明できないことはしていない。問題ないだろう。ヘンゼルとグレーテルは早くシンデレラに会いたいわ。シンデレラ出てこい。ヘンゼルはシンデレラがまだアナキオールだと思うわ。目が赤いままだもの。ただのイメージチェンジだ。おとなしそうに見られるからな。シンデレラ何か言ってやれ。みんな、ヘンゼルとグレーテルは少し驚いただけ。怖がったりなんてしてないわ。みんなごめんなさい。苦しめてしまって、何もかも台無しにしてしまってごめんなさい。信じてもらえないでしょうけど、今は正気だと思うわ。うわ、スイルーン。ヘンゼルとグレーテルはセイレーンがまだ怖がってると思うわ。よくわかったな。ヘンゼルは
まだ怖いの。グレーテルはシンデレラを倒したがってる。ヘンゼルとグレーテルはひどい目に遭わされたから。こら、お前たち。ヘンゼルとグレーテルは、エイブこそ私たちの気持ちを考えるべきだと思うわ。オスワルドが助けてくれなかったら、あの時みんな死んでたはずよ。ヘンゼルとグレーテルだって分かってるの。シンデレラは侵食されてたせいであんなことをしたんだって。でも怖いものは怖いの。ごめんなさい。ヘンゼルとグレーテルに少しだけ時間をちょうだい。すぐに昔みたいになるのは難しいと思うわ。シンデレラがシンデレラだって信じられるようになったら、ヘンゼルもグレーテルも謝るわ。それからギュッてハグしてあげる。ごめん。セイレーン、言葉は。私も少し怖い。少しだけ、ほんの少しだけ時間を。言い方に気をつけろ。言霊が暴発するぞ。くれたら良くなると思う。話すなと言っただろう。ええ、それでいいわ。わかるもの。信じられないでしょうね、松は。今日はもう遅いですから休みましょう。日が変われば警戒心も少しは落ち着くでしょう。ああ、そうだな。シンデレラを少しお借りしてもいいですか？ああ、励ましてやってくれ。わかりました。シンデレラ、こちらです。ひとまず安心か。ごめん。ヘンゼルは怖いのは仕方ないと思うわ。グレーテルはシンデレラが少しかわいそうだと思うわ。そうだな。すぐに元通りとはいかないか。シンデレラ、どうぞ。これはあの日と同じものです。本音でお話しするならこれ以上にふさわしいものはないでしょ。ありがとう。どういたしまして。目は痛くありませんか？ええ、痛まないし違和感もないわ。ただ色が変わっただけのようね。まるで烙印ですね。そうかもしれないわ。美しいです。それでもやめて。ごめんなさい。他にはどうですか？痛みや違和感などはありませんか？おかしな話だけど、体は今までで一番力が溢れているの。何でもできる。そんな気さえするわ。強くなっていますから、その通りかもしれませんね。食欲や睡眠欲はどうですか？同じよ。何も変わらないの。本当に戻ってきたんですね、シンデレラ。以前と同じです。話し方、表情、何もかも。ええ、よかったです。本当にありがとう。侵食されていた時のことは全て覚えていますか？うん、覚えているわ。私は自分の意思で行動していたから、ニケや人々を倒すということがクイーンのためだと思っていたし、それが何より美しいことだと信じていたわ。元に戻った時には死にたくなったけど。判断の基準がラプチャーのものになってしまうのですね。
そうみたい。他に変わった点はありませんでしたか？壁があったわ。壁ですか？私は確かにそこにいるのに、絶対に壊れない壁の向こう側にもう一人の私がいるの。壁の向こうの私はどんな恐ろしいことも平気でする。私はそれを反対側から見ていることしかできないの。人格の分離でしょうか。恐るべき技術ですね。耐えられなかったわ。とても怖かった。他にはどうでした？誰かに話しかけられたりなど。ええ、誰かの声を聞いたわ。私を思い通りに操ろうとしてきた。説得されたということですね。あれを説得と言えるのかしら。一度意識がはっきり戻った時があるのだけど、その時には脅されたわ。まるで人みたいに誰かが私をあちら側に誘い込もうとしているみたいだったわ。そこまでできるということですか。侵食は本当に恐るべき技術力です。空想科学も同然の技術を実際に使うとは、やはりラプチャーの進化速度は驚きました。とても素晴らしいです。レッドシューズ、何がそんなに嬉しいの？はい、喜んでいるように見えるわ。ええ、それは私が育てたようなものですから。このままの状態が続けばラプチャーに打ち勝つことはできません。ラプチャーの数はそこが見えません。私たちの力には限りがあります。冷徹な分析ですね、ラプンツェル。強力な打開策が必要になります。この状況を打破できる逆転の一手が。そんなものがあると思いますか？あるはずです。いいえ、必ずあります。それは想像を絶するほど難しく、不可能に近い試練になるでしょう。ですが、やり遂げなければなりません。ゴッテスと人類の手で。賞賛はあるのですか？なければ作るのです。それが私たちのなすべきことです。ですから、レッドシューズ、絶対に諦めてはなりません。私は一足先に行きます。必ず追いついてください。私は人類の希望になります。レッドシューズもそうしてください。では必ずまた会いましょう。さようなら、ラプンツェル。幸運を。勝ち目のない状況に希望を。ただラプチャーと私たちが同じ立場になればいいだけでしょう。最初期の侵食といえるものは、ニケの動きを一瞬止めるだけという取るに足らないものでした。しかし、その仕組みが不可解だったのです。神経系に作用するわけでもなく、ボディに刺激を与えるわけでもない。それならどうして動きが止まるのかが気になりました。ご存知ですか？ニケの脳にはニンフというものがあります。脳に情報を注入し、また脳からの情報をバックアップする機能を持った仕組みです。初期の侵食はこのニンフに強制的に侵入し、体を動かすなという命令を下すものでした。とても単純な話ですが、重要なことはニンフに作用するということです。私はそこに未来を見ました。人類が勝てない戦場で負けない未来。簡単なことでした。味方同士になればいいのです。私はニンフに関わる技術がなかったので、侵食誘発装置から調べることにしました。何があったと思いますか？侵食のコードは人間にも理解できるものになっていたのです。私は
それがケージだと確信しました。装置に簡単な命令を入力し、ニケに注入させてみました。どうなったと思いますか？入力した命令通りに動かせたのです。不思議な感覚でした。さらに私の人格データを入力し、ラプチャーの基準で思考させるように促す機能を与えてみました。これも思い通りになりました。侵食されたニケがラプチャーに有利な行動を繰り返すようになったのです。その時は思わず声を上げてしまいました。人類はラプチャーと共存できるということですから。ラプチャーは敵であり、倒さなければならないもの。その前提を覆し、ラプチャーは味方とすることができるなら、私たちは戦う必要がなくなります。共に生きていけばいいのですから。しかしまだ大きな問題がありました。私が改良した侵食のシステムは明らかな限界に突き当たりました。長続きしないのです。ニンフに攻撃されてしまったり、脳が物理的に破壊されてしまったり、人格データも不完全ですから、できることにも制限がありました。私の技術ではそれ以上改善できません。限界だと感じました。そこで私は改良した侵食能力を持ったラプチャーを野に放ちました。ラプチャーの能力に託したのです。短期間で驚くほどの進化を遂げているラプチャーなら、私が改良したシステムをより完璧なものにできるはずだと考えました。その期待は裏切られませんでした。改良された侵食能力を持つラプチャーが私の手元に届いた瞬間、私はまるで世界を手に入れたような気分になりました。もはや人間には分析しきれないラプチャー固有の技術となっていましたが、機能は完璧でした。その結晶があなたです。アナキオールという語り尽くせないほど完璧な結果となりました。それが私が送った平和協定に対するラプチャーの回答でしょう。共に生きていこう。ラプチャーはそう言っています。アナキオール、あなたこそラプチャーと人類の平和を象徴する存在です。完璧な存在、誰よりも美しい存在なのです。侵食されていたあなたが獣のような美しさだったとすれば、今は全てを超越するものの美しさです。さあ教えてください。あなたのことをもっと聞かせてください。今はどうですか？ラプチャーのために生きたいと思いますか？ニケをどう思いますか？以前とは違いがありますか？眠れますか？味覚は？ラプチャーに攻撃されましたか？違和感はありませんか？人間を殺したいですか？生かしたいですか？声はまだ聞こえますか？呼吸はどれぐらい止めていられますか？教えてください。アナキオール、あなたの全てを私に教えてください。聞きたいことがあるわ。あら、質問ですか？何でしょう？私を侵食させたのはあなたなの？ええ、最後のメンテナンスの時に。どうして私だったの？あなたが最も完璧なニケだったからです。ラプチャーが改良し進化させた侵食と完璧なあなたが一つになった成果であれば、より完璧なものが生まれるはずだと確信していました。ラプチャーにも私の意思が伝わっていたのでしょう。あなたを全能の存在に作り変えたのですから。私とラプチャー、そしてエイブの最高傑作。ああ、これほどまでに美しくていいのでしょうか。まさに神への冒涜です。他のみんなも？いいえ、まだ誰も
あなたという完成品を見る前に大事な人たちを使って試すこともありません。いつから共存を考えていたの？ずっと昔、人間だった時からです。フェアリーテールモデルに志願した理由は？私の信仰を広めるためです。そのためにはさらに力を手に入れ、より高い地位につく必要がありました。上級司祭兼首席研究員なんて VTC の肩書きよりゴッデスの後継者と名乗れた方が影響力はあるでしょ。全てのニケを侵食させるつもり？当然です。よく今まで隠し通せたわね。自分が異端者であることは認識しています。分かってさえいれば隠すことは簡単です。ノースキャンの話には焦りましたが、思ったより大したことのない性能でした。アナキオール、私は運命を感じています。全てが完璧に噛み合ったこの状況、果たして偶然でしょうか？いいえ、これが運命です。どうか私を導いてください。いいえ、皆を導いてください。ヘレティックの道へ、共存の道へ。最後に一つだけ聞かせて。何でも聞いてください。私があなたを生かしておく理由はある？私があなたの右腕となります。私たちは歩むことができるのです。ラプチャーとの共存の道を多くの人々は理解できないでしょう。しかし私はやり遂げてみせます。あなたはただ象徴として君臨していればいいのです。あとは全て私に任せてください。ですからアナキオール、私と一緒に。その名前で呼ばないで。お前がやったのか？違う、シンデレラ。違う、私じゃない。いや、やったのは私だけど、レッドシューズが私に侵食を作ったと言ったの。レッドシューズがそれを私に。なんだと？グレーテル、ガラスの靴は丈夫だから、サンで行くわね。グレ
ヘレティックを倒そう、ヘンゼル。違う、私はヘレティックじゃない、アナキオールじゃないの。私はシンデレラよ。ヘンゼルは聞くわね。レッドシューズが新色を作ってあなたに入れたの。そう、本当のことよ。ちゃんと説明するから。そんな話を信じろって言うの？レッドシューズがそんなことするはずないでしょ。レッドシューズがそんなこと。そう、私は私がレッドシューズを殺すのは考えられるということ。どうして私には誰も聞いてくれないの？どうしたのって、何があったのって聞いてくれないの？私は元に戻ってるのよ。もう全部治ったの。なのに、なんで私の話は信じてくれないの？どうして。誰も、さっき会えた時大丈夫って聞いてくれなかったの？あなたたちは私が何に見える？そう、もう分かったわ。あんなことがあっても私に会いに来てくれて本当に嬉しかった。でも思い違いだったのね。あなたたちはただ化け物を見に来ただけ、化け物を狩りに来ただけだったのよ。シンデレラ！ついてこないで、殺そう。私はもう美しいフェアリーテールじゃない。人類を裏切った化け物、ヘレティック、そういう物語になってしまった。私は失敗作になってしまった。書き損じたおとぎ話なら、それにすることはガラスの靴、フルコンタクト。シンデレラ、目を開けろ。ガラスの靴を今すぐ止めろ、このバカ。どうしてここが分かったの？答えて、どうして私がここにいると分かったの？答えて。なんとなくここにいる気がした。それだけ？言っていただろう、いつか何もかも終わったら雲一つない空と地平線のつながった場所で過ごしたいと。お前が逃げ出した後、その条件に合う場所を探した。別の意味で何もかもが終わったと考えただろうからな。いくつかあったが、ここが一番遠かった。だからここにいると考えた。私がそんなことを言った？言った。
覚えていないわ。私は覚えている。どうして来たの？連れ出すためだ。どこに？ここ以外のどこでも。どこだろうと私は行かないわ。私はここで、ただ死ぬつもりか？静かに。そうよ。それは私が許さない。あなたの許しなんて必要ないわ。はあ、いや、お前は私が作った。私の許可なしに死ぬことは許さない。行くぞ、立て。ほら、立つんだ。何をするつもり？うまいものでも食べて話でもしよう。はあ、早く行くぞ。話して。話さない。話してって。私は怪物なの。もう美しくないの。ゴーテスの道を閉ざしてたくさんの人を殺して、仲間だって何もかも台無しなのよ。私にはもう生きる理由がないの。お前には生きてもらわないと困る。どうして？私が人類史上最高の技術者になるためだ。お前は私が作った私の最高傑作だ。だからこんなところで終わるな。灰をかぶったままで終わらせるわけにはいかない。そうでなくては私がガラクタを作っただけの技術者になってしまう。だからお前がここで終わっては困る。終わるなら一番美しい時にしろ。私はもう汚れているのよ。美しくないわ。私の物語は汚されてしまったの。ハッピーエンドにはならないわ。美しくない童話なんてない方がいいの。私はずっとお前を見ていた。一瞬でも見逃さないようにずっと見ていた。理想のために努力する姿も諦めない姿も、お前の考え方も未来も夢も全部見守っていた。信じられないことだと思った。お前のような最高傑作を私の手で生み出せたことが、文字通り夢中だった。とても美しかった。私はいつでもお前の観客だった。お前はゴッテスの舞台に夢中になった観客で、ゴッデスになりたがっていたが、正直私はゴッデスにそれほど興味がない。お前の方が美しいからだ。すぐ隣にまぶしく輝く宝石があるなら、遠くにあるものに惹かれるはずもない。お前こそ私が作った何より美しいもので、私の勝利の女神だ。勝利の女神。だからここで終わらせたりはしない。私の勝利の女神は誰よりも輝いて何よりも美しくなければならない。書き直そう。台無しにされたおとぎ話を書き直すんだ。お前はまだ生きている。終わってはいない。それなら好きなだけ書き直せる。まだ第一幕が終わっただけだ。エンディングは遠い。逆転に逆転を重ねてハッピーエンドにするんだ。私はもうたくさんの人を殺しているのよ。お前のしたことではない。ゴッテスの前に立ちふさがった。お前の意志ではないだろう。人類の敵になったのよ。お前のせいじゃない。レッドシューズもこの手で。それだけの理由があったのだろう。私はお前を信じている。
何があっても変わらない。他には何も見えないからな。エイブ、見ろシンデレラ。何が見える？血まみれの怪物。そんなもの吹けばいいだけだ。何を浴びようと根本は変わらない。ほら、綺麗になっただろう。自分自身が揺らいでいる時に自分が何か決めようとするな。お前の姿をありのままに見せるものを見ろ。今は何が見える？イブの目には何が見えているの？眩しくて何も見えないな。何が見える？私。お前は誰だ？シンデレラ。シンデレラはどういうやつだ？人類を裏切り多くの人間を殺した。何を言っている？映っているのはアナキオールではない、シンデレラだろう。もう一度聞く。シンデレラはどういうやつだ？絶望のどん底でゴッテスに助けられて夢中になった人。ゴッテスと同じ場所に立ちたくて適合者に志願した人。必死に努力して第二世代のフェアリーテールモデルに選ばれた人。それをとても誇らしく思っていた人。何千何万回というテストにいつも真剣に取り組んでいた人。いつも一番いい結果を出すために努力していた人。決して夢を諦めなかった人。いつも堂々として自信にあふれていた人。仲間を愛し人類を愛していた人。自分自身を愛していた人。この世で一番美しい人。そのシンデレラがしたかったことは、人類の敵を倒し人類を守ること。物語を書き直すこと。そうだ、それをやれ。書き直そう。私はお前の隣という特等席でそれを見届ける。私がお前の鏡になってありのままの姿を見守っている。分かったわ。私を見守ってくれる最高の観客さんのために、みんなに背を向けられてもまだ私を見てくれるあなたのために、私は物語の続きを書くわ。疲れ果てて目が霞んだ時、いや鏡まで汚れてしまった時は、お前を見る私の目を見ろ。そこに世界で一番美しい勝利の女神がいるはずだ。エイブがそこまで言ってくれる人だなんて知らなかったわ。二度と言わん。子供のわがままに振り回されるのは一度で十分だ。子供？感動が大げさだ。だって本当に感動したんだもの。ふん、元気が出たのはいいが状況は最悪だ。今のお前は人類を地下に追い込んだ恐怖の化身、ヘレティック研究所を壊滅させ第二世代のフェアリーテールモデルレッドシューズを殺害した張本人でしょ？よくわかっているな。考えられる選択肢は二つある。一つ目は中央政府に出頭しおとなしく調査を受けることだ。以前のように手荒な真似はさせない。私がいる。そこで侵食が治療できるという事実を証明し、侵食のメカニズムを解明する。
メリットとしては一番安全で穏当だ。デメリットとしてはそもそも思い通りになりそうにない。そうね、今の私は指名手配の凶悪犯だもの。話さえ聞いてもらえない可能性が高いわね。二つ目の選択肢は隠れて待つことだ。もう話しただろう。人類は負けて地下に逃げる。ゴッデスを中心にアークガーディアン作戦が展開されて、そのうち結果がどうあれ戦いは終わる。アークは完全に封鎖されて誰も出入りできなくなるはずだ。そうなるまで隠れて待つのが二つ目の選択肢だ。待って、それからどうするの？さあ、畑でも耕すか。誰もいない地上にいて何の意味があるの？生きていることに意味を見出せばいい。ひたすら待ち続けて、いつか人類が再び地下から出てきたら、その時力になればいいだろう。時間が経てばいろいろなことが忘れ去られるものだ。メリットとしては安全だ。デメリットとしては時間がかかる。うまくいくとも限らない。好きな方を選べ。どちらも気に入らないわ。ならどうする？物語を書き直すのでしょ？そうだ。じゃあそうしましょう。どちらだって物語の一部になる。どんな話でも小休止になる部分はあるものだろう。それが気に入らないと言っているの？美しくないわ。嫌だということは誰でもできる。だが代案を出せるものは少ない。いいことか悪いことかはわからないけど、私は強くなったの。昔の私とは比べ物にならないぐらい。そうか、全く大したものだ。それにやりたくもなかった実践経験もたくさん積んだわ。どう返せばいいかわからないな。ごめんなさい、困らせるつもりはなかったのだけど。でも事実よ、今の私は強いわ。戦いのことなら何だってできるはず。お前まさか。物語を書き直すなら自分の失敗をそのままにしておけないわ。クイーンを私が倒す。軌道エレベーターの周りにラプチャーが集まっているのよね。素敵な舞台じゃない。今の私なら片付けられるわ。それにゴッデスが失敗した一番の理由ももうないわ。私がその理由だもの。どうかしら。多くのことが解決できる美しい計画だと思ったのだけど。そこまでする必要はないはずだ。何を？人類はお前のことを信じていない。裏切り者で敵だと思っている。無理に救おうとしなくていい。エイブ、私はずっと第二世代のフェアリーテールモデルでいたいの。人類の希望、ゴッデスを継ぐ存在になりたい。人類のためじゃないわ、私のため。それから私を作ったエイブのため、仲間たちみんなのため。私が壊したものは自分の手で直さないと。だからクイーンに挑むというのか？ええ。馬鹿げたアイデアだな。今すぐやろう。聞き間違えたかしら。超ハイリスク超ハイリターン、上等だ。そうだ、大逆転の筋書きならその程度のことはやらなければ。でもまだ足りないものがあるわ。なんだ？ヘンゼルとグレーテル、セイレーンの力。みんなの力を合わせるの。そうすれば必ず勝てるわ。できると思うか？どうして？
みんな私ほどではなくても強いわ。強さの問題ではない。あいつらがお前と一緒に行こうとするか？必ず来るわ。どこからその自信が出てくる？みんな私と同じ気持ちのはずよ。わかった。とりあえず話をしてみよう。説得できるかはわからないが、ものは試しだ。エイブの話なら聞いてくれるはずよ。私は言霊など使えないぞ。もっとすごい力があるわ。何もかも諦めようとしていた誰かを救い出せるぐらいの力。もうその話はよせ。照れないでいいのよ。あなたは美しいわ。とにかく愛さえすれば説得のしようはあるが、そこまでが最大の問題だ。どうして？エイブは追われていないでしょ？ああ、そのことだが、ここに来る前にスタンガンで何人か気絶させてきた。重要参考人の一人だからと止められてな。笑っている場合か？じゃあ行きましょ。ついてくる気か？うん。それもいいか。よし、どうせ潜入することになるからな。待って、誰か来る。ラプチャーか？わからないわ。抵抗せず部屋から出てきてください。あなた方は包囲されています。珍しい組み合わせだな。うん。お前たちだけか。それで包囲とは随分な自信だな。第二世代のフェアリーテールモデルが3名、包囲には十分です。ヘンジェル、グレーテル、セイレーン。話をしたいということではないだろう。なぜ来た？お二人の身柄を確保するために来ました。正確に言えば、ヘレティック・アナキオールには抹殺命令が出ています。それなら無駄足だったわね。ヘレティック・アナキオールはもういないわ。現在の中央政府の意向をお伝えしておきましょうか。多くのニケと人間を虐殺し、ヘレティック研究所を壊滅せしめ、第二世代のフェアリーテールモデルレッドシューズを殺害した。以上の罪状をもってヘレティック・アナキオールは最優先の抹殺対象とする。ヘレティック・アナキオールは人類の士気に多大な影響を及ぼす存在である。必ず処断し、その頭部を確保のこと。人類の士気発揚のため大々的な広報作戦の素材とする必要がある。ち、間違ってはいないな。また今後あらゆる状況においてアナキオールの捕獲および説得は試みない。目標は無条件の抹殺対象とする。それは話が急ぎすぎていないか？ヘレティックにはかなりの研究価値があるはずだ。今までの犠牲があまりにも多すぎます。中央政府の内部だけではありません。アナキオールへの復讐を叫ぶ者は人類全体に多いのです。誰もが家族や友人を失っていますから。憎むべき敵の象徴になってしまったのか？その通りです。ラプチャーはもはや自然災害も同然に扱われるものとなりました。いわば無数に存在する個性のない存在に過ぎません。しかしヘレティック・アナキオールは唯一個性を持った存在です。当然そこには注目が集まります。それで抹殺しに来たのか？そいつらを連れて。ヘレティックを相手にするとあれば、フェアリーテールモデル以外にないでしょう。おい、お前たち、本気か？シンデレラを倒しに来たのか？
第二世代のフェアリーテールモデルを取り巻く状況は非常に心苦しいものです。筆頭だったシンデレラは神職、 VTC の上級司祭であり首席研究員でもあったレッドシューズは死亡、リトルマーメイドが持つ言霊の能力は制御困難、そしてヘンゼルとグレーテルは無認可の二家ですね。第二世代の製造予定はシンデレラ、レッドシューズ、リトルマーメイド、その3名のみです。ヘンゼルとグレーテルは許可さえ下りていない状態で、あなたが秘密裏に製造していたようですね。しかもすでに完成度の高い状態です。それが何を意味するかはお分かりでしょ。私がとんでもなく有能だということか。否定はしませんが、反逆と見られても不思議のない行為をしたということです。ヘレティックこそがあなたの発明であり、第二世代のフェアリーテールモデルは全てそのために作られている。そういった妄想にはうってつけの素材になるでしょう。お前にも考える頭があるなら、そんな話はたわごとだとわかるはずだ。私の考えとは関わりのないことです。しかしそれを信じてしまう者が多数派となる危険性はあります。それが権力を持った存在であれば。何が言いたいの？シンデレラ、あなたが犠牲になれば他の仲間たちは汚名を背負わずに済みます。あなたが全ての罪をかぶりその身を捧げるのであれば、エイブと第二世代フェアリーテールの名誉は取り戻すことができるでしょう。人類の希望、ゴッデスを継ぐ者たちとして、裏切り者はシンデレラただ一人。彼女を倒すため第二世代のフェアリーテールが戦い、激戦の末勝利を収めた。ゴッデスさえも苦しめた敵を打ち倒し、多くの人々の仇を討った。些細な噂など消し飛んでしまうほど大きな功績となるはずです。話は理解したわ。でもそれはできないの。するべきことができたから。それは？クイーンを倒すわ。あ、そうですか。ヘレティックの性能であれば夢ではないかもしれません。なるほど、そうですか。それがあなたの決めたこと。やはりあなたたちは。一緒に行きましょう、ヘンゼル、グレーテル、セイレーン。あなたたちがいれば勝てるわ。ヘンゼルとグレーテルは聞かなきゃいけないことがあるわ。何かしら？レッドシューズはアナキオールの仕業？いいえ、私がやったの。どうして？それだけのことをしていたからよ。レッドシューズは優しかったと思うわ。ヘンゼルとグレーテルの面倒をよく見てくれたもの。セイレーンにも親切だった。それにシンデレラのことだって好きだったと思うわ。それを全部忘れちゃうほどレッドシューズが嫌いになったの。ええ、そうよ。ヘンゼルとグレーテルも嫌いになったら倒す。もしヘンゼルとグレーテルがレッドシューズと同じことをしていたのなら同じことをするわ。レッドシューズ、最後に何か言ってた？うん、何も言わなかったわ。そっか。実はオスワルドから聞いてたの。レッドシューズが侵食を研究してたって。私個人で調査をしました。レッドシューズが秘密裏に管理していた旧 VTC の研究室の存在が発覚し、そこでおよそ200名のニケと約10機のラプチャーが発見されました。ニケは全て脳に改造の痕跡があり、ラプチャーは全て侵食能力を保持していました。本当か？
ニケは全員死亡していました。変わった点があるとすれば、瞳が赤く変化していたという点です。ラプチャーはすべて正常に動作していました。武装は解除され、移動できない状態にされていましたが、侵食誘発装置だけは機能していました。状況から考えて、レッドシューズが侵食を研究していたことは疑いの余地がありません。それからもう一点、研究室のあちこちにあなたの写真が貼られていました。そう。ヘンゼルとグレーテルは、レッドシューズが悪いことをしたのは分かってるわ。シンデレラが私たちよりひどいことをされたのも分かってる。でもシンデレラ、他に方法はなかったの？なかったわ。ヘンゼルは、シンデレラが冷たすぎると思うわ。グレーテルは、シンデレラが泣いてると思うわ。ヘンゼルとグレーテルは、シンデレラが好き。ヘンゼルとグレーテルは、レッドシューズも好き。ヘンゼルとグレーテルは、家族が突然いなくなっちゃって、悲しい。私もよ。ヘンゼルとグレーテルは、また家族にいなくなってほしくない。だから、守ってあげる。シンデレラを守ってあげる。一緒に行く。ありがとう。ハグしてもいい？ええ。ごめんなさい。信じてあげられなくて、シンデレラを信じられなくて、ごめんね。ごめんなさい。大丈夫よ。会いに来てくれてありがとう。許してくれてありがとう。シンデレラは何も間違ってないわ。それでいいの。うん。私が説得するまでもなかったようだ。オスワルド。はい。泣いているのか。いいえ。お前、命令通りにする気などなかっただろう。私は任務遂行のために来ました。しかし失敗してしまったようですね。わざわざ逃げ道まで用意して。何のことでしょう。クイーンを倒しに行くのでしたか。ああ。そうなれば皆さんは正式に脱走犯として追われる身になります。汚名を着せられる覚悟がありますか。平気よ。後からいくらでも書き直せるもの。ヘンゼルとグレーテルは大丈夫だと思うわ。ああ。どうぞ。これは安全な場所と移動ルートを調べてあります。いつか役に立つ時が来るでしょう。お前本当に何なんだ。なぜ助ける、そんなやつだったか。私は一人のファンに過ぎません。
勝って人類に勝利をもたらしてください。うん、任せて。何よりも美しい勝利を持ち帰ってあげる。しかし、オスワルド、なぜ疑わない？何をでしょう。シンデレラが侵食から回復していることだ。地獄の猟犬と恐れられるオスワルドなら、当然最悪の事態を想定して狩りに来ると思っていたが、うん、そうであってほしいと思ったからです。なんだと？侵食されてなお最後まで戦った英雄がいました。その最後が侵食に負けて終わりではあまりにも悲しすぎます。侵食が治療できるものなら彼女も治療できた可能性があります。あの方なら十分考えられます。そういった願いを込めて信じることにしました。侵食は治療できるものだと。お前そんなにロマンチックなやつだったのか？ある部分ではそうですね。エイブ、最悪の事態といえば伝えておくべきことがあります。シンデレラの侵食は完全には回復していないかもしれない。そうだな。ご存知でしたか？アンチェインドと言ったか。例の正体不明の物質に暴露された時、体内のナノマシンの 98% が死滅したという報告を読んだことがある。今のシンデレラの体はほとんどがナノマシンで構成されているが、ボディには何の変化も見られない。正確には一度崩壊しナノマシンの増殖によって再生したのでしょう。問題は体内のということです。そうだ、あえて使った。私はその体内のナノマシンこそ妊婦だと確信している。妊婦についても知っていましたか？重要機密のはずですが。今さら逃亡者には関係のないことだ。とにかくそのアンチェインドとやらは妊婦を死滅させる物質だ。シンデレラの妊婦も 98% が死滅している状態だと考えるのが妥当だろう。その通りです。 2% が残っているなら侵食が残っている可能性もあるということです。ナノマシンである以上増殖する可能性は念頭に置くべきでしょう。そうなった場合どうなさるおつもりですか？そうなった場合、シンデレラがアナキオールに戻った場合です。シンデレラはもう怪我されない。根拠は？そう信じているからだ。そんなにロマンチックな方でしたか？ある部分ではそうだ。エイブ、大丈夫？ああ気にするな。少し緊張しているだけだ。ヘンゼルはデビュー戦がクイーン攻略だなんてあんまりだと思うわ。グレーテルはデビュー戦がクイーン攻略なんて楽しすぎると思うわ。あうわぁ、アークの封鎖作戦が始まっている。ゴッデス部隊を中心とした防衛作戦、アークガーディアンは最終段階に突入したそうだ。ラプチャーの精鋭と呼べるものが続々とアークに押し寄せつつある。だがアークの封鎖は無事に終わるだろう。あそこにはゴッデスがいるからな。私たちはラプチャーの精鋭どもがアークに向かった隙を狙い、クイーンの潜む場所に侵入する。少数精鋭だ。ラプチャーがアークへ集中している時に、いわば空き巣を狙う。まあ空き巣にしては留守番も多いが、正直に言って自殺同然の賭けだ。ついてくる必要はない。お前たちは戻って、シンデレラは取り逃したといえばそれで済むだろう。そうすれば何事もなく終わる。エイブはなんでそうしないの？
一番弱いでしょ。正直戦闘では役に立たないと思うわ。生意気なやつめ。私でも修理ぐらいできる。私は最後まで見守らないといけないからな。シンデレラがあらゆる汚名を一気にひっくり返して物語が書き直される瞬間を。ヘンゼルとグレーテルはそんなのどうでもいいわ。シンデレラには生きていてほしい。そのためにはヘンゼルとグレーテルが守ってあげないと。シンデレラを喜ばせてあげたい。今まで喜べるようなことがなかったから。みんなありがとう。私たちのおとぎ話はハッピーエンドで終わりだったはずよ。みんなに祝福されてずっと覚えていてもらえる、そういうお話になるはずだったの。でも私が全て台無しにしてしまった。私が苦しみと呪いばかりの物語にしてしまったの。でもまだ終わってない。私はお話の続きを書きたいの。私のためにもあなたたちのためにも。約束するわ、今から書く。私たちの物語は失敗なんてしない。ハッピーエンドのおとぎ話にしてみせる。ヘンゼルとグレーテルはシンデレラを信じてる。うわ、書きましょう、私たちの物語を。集めて、セイレーン。あ、うん、中央に集合。あれで行きましょう、グレーテル。とっておきのレシピね、ヘンゼル。ハンブ質爆弾、行け。冗談だろ。もちろん冗談よ。強そうな名前をつけてみただけ。こんな時に驚かせないでくれ。ヘンゼルとグレーテルは数が多すぎると思うわ。心配しないで、突破できるわ。ガラスの靴、フルコンタクト、行って。ヘンゼルとグレーテルはすごいコントロールだと思うわ。圧倒的だ。片付いたわ。このまま行きましょう。軌道エレベーターの中へ行ければ私たちの勝ちよ。うん、行ける。門番らしいラプチャーはいないわ。そもそもお前たちは殲滅戦特化型だ。この調子なら問題なく。ラプチャーに改造されているようだが。願いが叶ったのね、レッドシューズ。いいえ、そうでもなさそう。かわいそうなレッドシューズ。ラプチャーはあなた自身には興味がなかったみたいね。興味があったのはあなたの靴だけ。公平にしてあげるわ。あなたが履くにはふさわしくなかったあの赤い靴もこの世から消しておいてあげる。あいつ鬱陶しいな。ムカつくわ。
ああ、もう消えて！これはまさか侵食誘発装置。あなたの勝利の女神が。私はもう怪我されない。私を見てくれる最高の観客さんのために、あの目に映る私は美しくなければならないの。消えて。醜いあなたの声で美しい私の耳が汚れると思うと、とても不愉快だわ。シンデレラ、しっかりしろ！最後の最後で、なんでこんな！起きろ！起きてくれ！シンデレラ！どうしたの？泣きそうな顔ね。お前、侵食は何のこと？心配しないで。あなたの勝利の女神はもう二度と怪我されたりしないわ。心臓がいくつあっても足りないな。シンデレラ、大丈夫なの？当然でしょ。はあ、大丈夫よ。何があってもあなたたちを傷つけたりしないわ。よし、行くぞ。もう障害物はない。クイーンの首を取る。だが油断はするな。軌道エレベーターの中で何があるかわからない。はあ、綺麗。ええ、美しいわ。高所恐怖症なら乗っていることもできないだろうな。ヘンゼルとグレーテルはおかしいと思うわ。私たちの世界は大変なことになってるのに、ここから見たら何も起こってないみたい。そうね。エイブ、到着まであとどれぐらい？このまま問題なく進めば1時間以内だ。あっという間ね。貨物用だからな。速度はシャトルとそう変わらない。何か気になることでもあるの？いや、そうじゃない。私の推測が正しかったと確信できた。貨物用エレベーターは正常に稼働している。周りを見ろ。傷のつき方に気づいたか？ラプチャーはここから地上に送られている。私の仮説が裏付けられた。奴らはステーションで製造され、軌道エレベーターで降下してくる。つまり最悪の場合でもステーションを切り離すことさえできれば。軌道エレベーターそのものを壊してしまえば？無理だな。巨大すぎる。グラトニーが存在する以上、使える兵器にも限度がある。私たちは少数精鋭だったから、なんとかここまで来られたというだけだ。
部。ヘンゼルとグレーテルは少し熱いと思うわ。ああ。そうか。温度制御システムあたりの故障か。確認してみる。ヘンゼルとグレーテルはおかしいと思うわ。これって蒸し暑いどころじゃない、暑いの。嫌な予感がする。心配しないで、エイブが確かめて。ビーム砲？上から？おい、みんな、どうした？どこに行った？どこだ？エンゼル、グレーテル、どこだ？セイレーン、どこだ？どこに行った？まさか、落ち…エイブ！なんだ、これは…どういうことだ。しっかりして、みんなは無事なはずよ。この高さで無事なはずがないだろう。大丈夫。エイブ、エイブ、今行くわ。巻き込まれる。クイーンの攻撃だ、間違いない。奴は高出力のビーム兵器で武装している。ガラスの靴なら戦える。こいつは特殊貨物用の頑丈なエレベーターだ。粉々にされない限り上まで届く。ガラスの靴を展開して上に急げ。何を言ってるの。勝てそうになければステーションを切り離す。クイーンを宇宙に放り出すんだ。それだけでもラプチャーの補給線が切れる。私たちの勝ちだ。待っていて、すぐ行くから。来るな。お前は上に行け。物語の続きを書くんだ。私一人でどうやって。できる。お前は誰より美しい。私の勝利の女神だ。勝ってこい。下でみんなで待ってる。いや、私の方から必ず会いに行く。絶対よ、勝って戻るわ。それでいい。信じている、シンデレ。ついたみたいね。みんな無事でいて、必ず買って帰るから。行くわ。
私です。上層部からの命令です。第二世代フェアリーテールモデルに関する情報を全て破棄してください。はい、全てです。第二世代は失敗しました。アークガーディアン作戦は成功しました。あとは最終封鎖のみです。リリー・バイスの存在がなければ不可能だったでしょう。作戦は成功しましたが、まさしく勝利の女神というべき人物を失いました。士気が急激に低下しています。この気球存亡の時に、さらなる強砲を流布させることはできません。これ以上、童話の名を背負う者たちの挫折が知られてはなりません。彼女たちは象徴ですから。ええ、お任せします。私にできることは、これぐらいです。白紙に近い状態を残しておくことしかできません。いつになるかはわかりませんが、またあなたたちの物語が綴られる時が来たら、綺麗な白紙に美しい物語だけを書き残していってください。